鉄骨にこの下にあるですね木材を取り付けます。でその後ですね、塗装をかけてます。見ていただくように、でこの屋根が非常にそのまあ、何センチもこう狂ってしまって、長い 60メートル以上ある屋根の長さなんで、それをまあ時計回りと反時計回りにまあ接続をした時にですね、それが狂いがあってしまっては、これは非常に困るということで、非常に屋根の構造自体が片持ち工法といって、片っぽしかこう止めないという工法をしていながら、非常に重さもあると、木もぶら下がっていてハイブリッド構造して重さがあると、これを狂わずに、取り付けていくということの意味では非常にこう難しい、まあ、一番全ての中では、まあ、どれも別に簡単というわけじゃないんですけども、まあ、比較すればそういった時に一番難しいし、工期も長く取ると、急いでやることもできないけども、着実に一歩一歩、やっていかないといけないということにおいて、その、まあ、慎重かつ時間との、まあ、勝負の中でやっていかないというところが、まあ、一番神経質で難しいかなというふうに思っています。